皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今日は僕白塚が担当させていただきます。今日やらせていただく内容なんですけど、前回までの動画で腰の痛み、前かがみになる時の腰の痛みだったりとか、あとは後ろに反った時に痛い肩へのストレッチに何個か動画を上げさせていただいたと思うんですけど、今日は腰を横にひねった時、例えば右にひねった時に左側が痛いんだとか、反対に左にひねった時に右が痛いんだっていう症状のある方に向けたストレッチを、やらせていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、まずその腰をひねった時に痛みが出る原因なんですけど、よくあるものになるんですけど、背中広背筋っていう筋肉があります。で、広背筋はこの腰骨のあたりから背中を通って腕までついてるんですけど、この筋肉が硬くなってしまうと体をひねった時にここが伸ばされて、縮んだ状態から伸びれないのに伸ばされて痛みが出るっていう、痛みがすごくよく見られます。なので今日はこの背中の広背筋を伸ばすストレッチをやらせていただこうと思います。はい、まずはおなじみのオレンジの椅子ですね。このくらいの高さの椅子を用意していただいて、この椅子に座ります。座った状態でまず右側から伸ばしていきますね。肘を反対の手で掴んでいただいて、掴めなければ手首とかでも全然大丈夫なんですけど、軽く支えていただいたら、このままこっちの方です。右を伸ばしたいので左に倒していきます。で、ここで脇の下から背中、この辺りが伸びることを意識しながら10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。で、次反対です。反対も同じように肘に手を置いて、今度は右側に伸ばしていきます。ぐーっと倒します。同じように脇の下から背中、ここが伸びてくるのを意識しながら伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こういうふうに伸ばしてあげることで背中のこの面ですね、ここです、ここが伸ばされるので、ひねった時に詰まってしまっていたところが伸びます。なので回した時の突っ張り感だったりとか、そういうのが抜けてくると思います。で、これ注意してもらいたいのが、これを強くやりすぎてしまうと今度は伸ばしすぎて痛みが出たりとかするので、まずは10秒ぐらいで優しくやってみてください。で、戻してまだ大丈夫そうだなとか、動かしてみて違和感ないなって時にはもう10秒やってみるっていう感じで少しずつ増やしていってください。この動画がためになったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。